サー・トーマス・フィリップス、サー・トーマス・スペンサー・ボーン、トム・フィリップスは、イギリスの軍人。最終階級は、海軍大将。1941年12月10日、マレー沖にて、日本軍の攻撃により、上官プリンス・オブ・ウェールズと運命を共にして戦死。詳しくは、マレー沖海戦を参照。ニックネームは、タンクから、親指トム。 1888年2月19日、グラスゴーに生まれる。1903年に、士官候補生として海軍に入隊し、高成績で卒業。1938年、駆逐艦艦隊の司令を務め、1939年には、軍令部次長を拝命。1941年11月25日、海軍大将に昇格。11月29日、 航空機でシンガポールに着任。12月2日には東洋艦隊司令官に就任した。8日、戦艦プリンス・オブ・ウェールズに座上両艦に巡洋戦艦レパルスを従えてシンガポール軍港を出撃した。この艦隊には当初空母インドミタブルホカ系巡洋艦、駆逐艦数隻が随伴する予定だったのだが、空母はバミューダ島において座礁してしまい。 他の艦も修理中ででああっったた。り、低速であるななどしして参加しなかったプリンス・オブ・ウェールズは日本軍の潜水艦に捕捉され、サイゴン、ツツムから発進した日本軍航空隊の数度にわたる攻撃により、1941年12月10日1450に沈没した。レパルスはそれより40分ほど前の1403に沈没した。フィリップスは謀に大艦を流されたが、 ノーサンキューと言って拒み、プリンス・オブ・ウェールズ艦長、ジョン・リーチも同じく拒否した。参謀は泣きながら、艦を後にしたという。ありがとうございます。